JR 加古川駅から徒歩5分加古川プラザホテルの地下にある加古川クラブで江崎弘義さんの絵画展が開かれています。夜を実は見に行ったんですよ。はい、江崎さんに見えない展示されてる絵画の何点かを説明していただきました。まあ、まあ本当はもっとそのうまく見ればいいんでしょうけども、はい、結局ある程度想像で描いてるようなところがあるんですよね。はいはい、まあ、ああそうか、昼間描いといて、いや、そうなんですよ。結局夜の月明かりでこういう格好になるんじゃないかというふうな描き方ですね。なぜ五百羅漢を最初に描こうと思われたんですか。これはですね、はい、その南野の友達と一緒にあの辺を車で回ったことがあったんです。であこういうところもあるんだなというのを初めて知りましてね、はいはいはい、それが妙に残ってましてね。で、まあ、五百羅漢というのは何かの表紙にその自分のものになるんじゃないかな、自分の何かを表現するのに使えるんじゃないかなというのはありましたね。五百羅漢を見た時に絵は絵としての捉え方じゃなくて、五百羅漢って何か興味のある対象やなとは思いましたね。皆さんの表情を見ますとね、はい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 、非常にその何かそのちょっと違う何かその悲しげなところがありましてね。悲しげな、ああいう表情っていうのはまあそれなりにその皆さんその自分のまあその当時どうやったか知りませんけどね、いつできたかっていうのも発揮しないけども、やっぱりいろんな天才があったと思うんですよ。で子供が亡くなったとかなんとかいうそういう悲しみをその表したようなそういう表情がまあ何かしらその皆さんそれぞれの羅漢さんの表情の中にそれが感じられたんで、これは、まあ、素人が作ったと言いながらもですね、非常にある一つの共通のその表現って言いますかね、がこの中にあったなというのが感じられたんで、それが妙に残ってましてね、その羅漢さんのその友達といた時のまあそこの説明なんかを聞いていながら、ちょっと気になるなというのが残ってましてね、それが羅漢さんにまさかこういうその絵にしようとなんてことはその頃は考えなかったんですけどね。勉強不足で申し訳ないんですけど、五百羅漢いうのは誰、同じ作家なんですか。いや全然違う人。違う人は、あるその天、まあ、いわゆる基金かなんか知りませんけどね、いうのがあって、それでみんなが自分の家族なりそのを祀るっていうか、そのまあ祈るために作ったような、そういうそれぞれにその言われがありそうなあれが、まあ点々とあったらしいですよ、あれはね。それを集めてるんですよ。だからそういう、まあ、当時の民衆が作ったその一つの羅漢さんという、まあ昔の羅漢さんに例えて作ったんでしょうけどね。なんか全国にあるでしょ、そういうのがね。あ、そうなんですか。お地蔵さんでは、お地蔵さんとは違います ね。お地蔵さんは割とこう
まあ一つの形ができてますからね、これ羅漢さんは形も全くでもないです、それぞれ全然違うよね、うん、夜をなんか普通、あ、夜を考えたのはですね、あのエジプトのそういう絵を思い出して、はい、ああいう色になるんかなと思ってから考えたんですけど、でもこういう色、こういう綺麗な色に出ないんですよね、実際はね、ネズミ色ね、その青っていうのはほとんどないような感じだったんですけどね、その夜10時頃見えたんですけど、ね、見れるのは見れるんですか、まあ、外から、塀越しに、あ、塀越しにね、中は入れないんですね、はい、まあ、もう今言ったら開けてあげますよと言っておばちゃん言ってくれますけどね、15夜に近い頃に行ったんですよ、え、もう15夜に近い、あ、お月さんのね、うん、今後江崎さんの作品を何点か説明いただきシリーズでお届けします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。